ウェイウェイの話です。上原アドベンチャー、上原の大冒険っていう死にゲーらしいアプリです。なんかね、面白いっていうんでダウンロードして、まあね、俺の携帯なんだけど勝手にダウンロードされた。まあ無料だからまあいいんだけど、面白いらしいんでちょっとやっていきます。まあ俺も若干ちょっとやったんだよね、学校で。まあだから具体的にはまあこういう 2D っていうのが、こういう 2D 系は若干なんか得意だからね。二段ジャンプじゃねえんだよな、これ。おう、おう、ああ、チュートリアルで死ぬという。右上の相談のマジックの広告、地味に気になる。なんか面白い MMO ねえかな。なんだろう、右上の広告見てる感じあるよね。プラクティス、なんつうの、剣と魔法。おお、トランザム。お、ええー、なるほど、死にゲーか。なんだろう、右上のこのソーダのマジックって公式のゲームってことが、この上原ランドの死んだ時に出るやつを使うと。ああ、やばいな、意外にむずい。1-1。まあまあまあ、もう分かった、死にゲーってことが分かった時点で俺警戒するわ。やばいぞ、すでにやばいぞ。あと、携帯何使ってるのって言われたんで、まあ、お答えしますと、ギャラクシーノート1っていう。おっと、危ねえ。ちょっとすみません。ちょっと加点を入ったけど、気にしないで。OK。ほんと神経だな。ちょっと待って。今日はね、自分を忘れてたよ。自分の部屋じゃなくて、リビングで、まあ、リビングじゃねえんだけど、まあ、やってるんだ。しょうがないと思っている。はい。あ。ちょ。お静かに申し訳ない。ちょっとね、ちょっとね、自分の部屋じゃないから。トン、トン。リターン、オッケー。そんなのイメージを、もうリンゴは信用しない。あ、そのまま続くスタイル。テイ。ん？そっちか。そっちか。ハテナブロックスタイルね。え、あ、まあね、もうこうチュートリアル時点で99機あるから、まあすげえゲームなんだろうと思ったけど、あ、ちょっと結構これ手前で飛んでも当たるな。ギリギリ真ん中の3つがじゃああれみたいなことなのかな。あ、今分かった。敵踏んだとジャンプ回復する。ジャンプする、これ。この、くるくるするやつ。ほらほらほら、回復した。これもしかしてずっといけ、飛んでられないのかな？あ、ちょっと待って、意外にこれ、むずいぞ、上ずっと飛ぶって。もういいや、普通にやろう。ペンギンちゃんかわいい。そこらへん、ちょ、動かない動かない、なんでバグ。
今十字が反応しなかった、全く十字キーが左右が。え？コードが足りなかった。やばいぞ、一面でこの手こずるゲームでもなかなかねえぞ。ここら辺。知ってたさ、死ぬって。そうだよな、ハテナブロック言われなかったもんな。信じた俺がバカだったよ。ああ、そうさ。もうこのゲームは信用しねえ。ブロックは信用しねえ。おーっと、こういうことか。ほいほいほい。あー、ピギャー。これは普通にゲームとしてなかなか死にゲーっていうよりも難易度が高い。手前で飛ぶことを意識しよう。こっちの方が、おお、ああ、くそいやらしい配置が。オッケー。リンゴ。オッケー。ん？ちょ、これはまずい。ちょ、来てる、ユウが来てる。ちょ、潰しそこだった。あいつどのタイミング早くなるんだ。オッケー。ここむずいよ、普通に。オッケー、おし。ちょっと待とうか、一回。右上広告じゃなかったか。若干面白そうなゲームだなとは思ったんだけどね。あ、いやらしいぞこれ。あー、なるほどね。だが分かった、もう恐るに足らず。初見殺し以外になるも俺はしないね。はい、フラグ回収オツでーす。トントン。危ねえ。まあアプリなんで、とりあえず15分ぐらいの動画にしようかな。電源入ってこないから、ポン。ちょっと待て。あの黄色意外にうせえぞ。ほんといい配置だな。トントン。トン、回転トンかな。おーし、こっから進めないぞ。一回アンチに対比。トン、トン、おお、チュッとしちゃってます。ペンギン嫌い。オッケー。あ、また同じ。そしてさっきのなぜ十字キーが反応しなかったのかはなぜだ。まあ、若干キャプチャーしてるからってのもあるんだろうな。
マジか。まあ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 妄想はやってるからいいか。オッケー。よし。おっと。ほんと最初99機あったんかな。もう33機死んでることになるぞ。しかも上の初見殺しで死ぬんじゃなくて、技術的な面っていう。当たってねえよ、当たってねえよ今。セーフセーフセーフ。とりあえず、あ、パート1の ラスイチはこれだ。これでクリアできたら俺は持ってる。まあ単純にここでまた成功法に変えるっていう手段でもいいんだけど、そしたらもうつまんねえよな。はーい、今回これにて終了。じゃあな。